これちょっと紹介していい？いいよ。僕がやばそう。何これ。これもう企画でやんないと食えない。え、何これ。お菓子。お菓子ってかもうスイーツ。ケーキ。スイーツ。いいやつなのこれ。だってこの箱に入ってんのあんま見ないの。うん。え、穴開いてんじゃん。そうだよ。ここ。え、何これ。え、ガシャガシャやんないで。え、何え、マジで知らないじゃん俺これ。うん。女子のブランド物のアウトレット帰りのやつ。あ、そうね。え、これ何。スイーツ。スイーツも手出してんのお前。ラーメンとかじゃないの。ヒカリエってさ、渋谷にあるじゃん。うん。の地下のお店なんだけど、すごくね、美味しい。マカロンとかがすごいその有名なお店なの。マカロンの最強バージョン。マカロンじゃないの。いや、まだ来たの。最強バージョン。何つけんの。いや、なんかここにつけんの。いや、つまんやんやんの。違うな。やんやん。やんやって何。マカロンってさ、今回のわかるでしょ。わかるよ、あのハンバーガーみたいな。俺らの認識そこなんだよな。アメリカのハンバーガーみたいな色ついてる。色ついてるやつ。いくよ。え、すごくない。え、やば。これが俺が食べてみたかったマカロンの最強バージョンみたいなやつ。え、マカロンで挟んでんの。いや、しマカロンの生地なのかなと思って見てた。写真撮ろう。女子か。写真いいだろ。携帯なくした。携帯ないの。携帯貸して。いいけど。え、それ適当に撮んないで。はい、撮った。いやいや、貸して貸して。こっちじゃない。かぶることないか。よし、次行っていい。うん。これはモンブランってあるじゃん。うん。ここにもモンブランあるだろ。モンブランじゃない、これは。じゃあ、行くよ。え、やばっ。すごくない。ハムスターみたい。もうハムスターって言うなよ。ハムスター買ってきたんだもん。これが。うん。モンブランって名前のハムスターいそうだし。この大きさ。これね、モンブラン。あ、もう崩壊してんじゃん、若干。後ろがね、あんま見ないで。じゃあ、もう一個なに、逆に。もう一個は、これカンタに食べてほしい。え、絶対カンタ好きなやつ。楽しみ。これが一番高級感ありそう。一番高い。だからね、黒だもんね。これ足した額と、そいつどっち。マジで。なになに、羊羹。羊羹嫌いじゃん。これね。これ何。開けるよ。うん。え、時計みたいな。うん。マジで。これチョコ。これがこれより上。すごくない。こわ。このチョコめっちゃうまい。え、ちょっと食べてみよう。ちょっと食べていい。食べていいよ。え、ちっさ。文句言うなって。おい、マジこんなもんだぜ。うん。一粒いくらぐらい。300円ぐらい。マジか。食いますよ。うん、すごいね。マジで美味しい。外硬くて中柔らかいみたいな。 その食感まで遊んでる。そう、遊んでるってなるけど。マジか。え、これも多分それもめっちゃうまい。ホワイトチョコかな。ホワイトチョコ好きじゃんって。うん。あ、めっちゃうまいじゃん。すげえ。これ全部食っていいの。いいよ、別に食っても。そうだ、カンタはチョコ全部食えるんだよね。なんで。いや、これ普通じゃない、この速度って。多分みんなはその勢いでチョコ食えるんだって思うよ。うん、らしいですね。うん。俺ダースも全部いっぺんに食って。そう食事だと思ってるもんね。うん。めっちゃうまいでしょ。で、僕モンブラン行っていいっすか。マジうめえな。これお前絶対好きだな。モンブラン食べますね。はいはい。うん。え、うまっ。プリンいない。おいしい。プリンいない、ここに。ん、本当だ。わかるかな、断面図。うん。プリンになってんの、ここが。中のスポンジ的な部分がプリンになってるっていうね。その贅沢の仕方ってありかもな。でしょ。うん。企画だし。それやられるとこもある。プリンだよね。うん。うん。うまっ。こいつ行っていい。そいつ食いたい。どうやって食うのか分かんない。どうやって食おうか。花びらついてるぞ。マジで。花びらって食べられないのかな。無理だろ。食うんかい。めっちゃ美味しそうじゃないこれ。ほら、うまそう。いい。お前らしく食って。いや、もううますぎ。あ、本当に。
嘘だと思ったわ。なんでだよ。そんなにここがガブって噛み砕けるから大丈夫そう、普通に。うわ、面白いね。ライチっぽくない？うまい、うまい、ライチっぽい。なんかつぶつぶしてて、おいしい、ね、初めての感じだったね。なんかこのマカロンのサクッとした感じの中がこう、つぶつぶの、おいかった。俺は1個でいいかな。3つはいけないな、普通に。で、チョコ全部食ってたじゃん。あれ、ちょっとさっきも食ってたし、いや、やられた。うまいから食っちゃったし。いや、皆さんね、ぜひ。そんな感じで、サブちゃんでした。なんでしょ。